武装ドラゴンコルセ非常にこう和気あいあいともう、ね、それこそ道上さんと もう500で一緒にレースしてたライバルとしてやってたっていうのもあるし、まあ、井出選手も昔からそうやってレース一緒にやってる代表の金子さんも一緒にこう、まあ、同じ日産陣営でやってたっていうのがあるんでみんな知っては いるんで、まあ、その辺のやりやすさっていうのは全然最初のテストから問題なくこう和気あいあいじゃないですけど、まあ、その辺は知ってる中なんでこうやらさせてもらってるんで、ただ一番そのなんだろう最初にこう組み合わさってやるよっていう時はまだちょっとねどうやったらいいのかなっていうところはあるんですけど、こうテストを重ねていくうちにそういうところもなくなり、まあ、徐々にこういい風に歯車が噛み合ってきてるのかなっていう風に思っております。まあ、お互い、まあ、その前組んでた時もそのなんか走り方がすごい違うとか、なんかお互い癖があってなんかやりづらいとかっていうのはないんで、そういうところのコンビネーションは問題なくやっています。はい、あまだでも個人的には、まあ、GTR なんですけど、まあ、開発のテストとかはしてたんですけどこれでレースをしてないんで、まあ、GTR のそのもうちょっと細かい部分のセッティングだったりとか、あとはタイヤダンロップさんの使い方をもうちょっといろいろ試して両方試してなんかもっと 100% お互いあその車とタイヤのいいところを引き出せるように、まあ、岡山から徐々にこうなんだろう詰めていってるところなんで、まあ、今のところはこうステップバイステップでやってきてるのでそこはまあでも順調にいってます。はい。